というわけで2人にはチュンだけで愛の告白の即興劇を見せてもらうよ。即興ですって、そんなの無理よ。台本がないと演技なんて私。なるほど、チュンだけでお芝居か。難題だけにやりがいがありそうだ。あえいうえおチュン、かけきくけこチュン、させしすせそチュン。発声練習、文句を言うどころかリリはやる気満々。おい、どうした大女優、お前もアップしなくていいのか。芽吹先輩、頑張ってください。そうよ、そうだわ、私は楠芽吹、私ならできる、私は女優。スズメチュンチュン、ニチュンチュン、合わせてチュンチュン、ミチュンチュン。芽吹くん、やる気だね。でも私は演技のプロ、負けるわけにはいかない。ある日の放課後、同級生の2人が人目を避け体育館で向かい合っていた。スタート。チュンチュンチュンチュチュンチュンチュンチュチュンチュンチュンチュチュチュンチュチュン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 。な、何これ、さっぱり何もわかんない。でもそれなのに、なんとなく見える、二人を照らす放課後の夕日が、もどかしいような空気の流れが。チュンチュチュンチュンチュ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 チュチュンチュンチュチュンチュチュン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 。見事だ、見事だった、二人とも。実にメモーショナルな演技だったよ。ええ、まるで字幕のない洋画を見ているような気分でしたわよ。感動で泣けてきた。おひねり投げちゃう。さあ、ボーナスでチューン。チョコを投げるな、チョコを。なんとか乗り切れたね。芽吹くん、素晴らしかったよ。あなたこそさすがだったわ、リリー。大女優なんて呼ばれて調子に乗っていた自分が恥ずかしい。これからはあなたが勇者部の大女優を名乗ってちょうだい。もう私は今日から普通の女の子に戻ります。何言ってるのかな、王様と違って何人いたっていいんだよ、大女優は。リリー、芽吹くん。ああ、こういうのなんて言うんだっけ、確かうまい言葉があったような。序盤、それだ。っていうか、こんな王様ゲームがあるか。王様だ。私です。おお、ラッキーだな、アンジュ。一つ面白い命令を頼むぞ。どうしよう、勝手な命令をして
危険な人に当たったら大惨事になりかねない。でもでもこのチャンスに日頃は言い出せない自分の願望を叶えたい欲求はあるわけで。アンズちゃん、おーい、アンズちゃん。13番の腰を背後から抱いた4番もろとも22番が2人に壁ドン顎食いの顔面密着コースお願いします。まさかの3人？命令は2人にまでじゃなかったの？そんなルールはなかったはずです。盲点でしょうがそこをつかせてもらいました。さすがは丸亀組の名軍師アンズン。メモの用意で、13と4と22は誰かな。はい。腰を抱くってこういうこと？うえ、くしゃくったい、やべえ。壁ドンに顎食いとはこうでしょうか。ひょえ、シカルの地に顔面密着のコースでしたね。どれくらい、このくらいでしょうか。先輩が他の人に抱きしめられた挙句にあんな、やだやだ。ひなた、少しくっつきすぎじゃないか。なあ、そう思うだろう、アンズ。思います、ごめんなさい、思います。もう終わりで、ありがとうございます。作詞作に溺れるとはこのことじゃな。さて次行ってみよう。王様だれだ。あ、終わった。俺だ。いや、王様の地位を得た途端に豹変、こういうの歴史上にいっぱいいた説。さっき番号は複数でもいいって言ってたよな。よし、勇者部全員ラーメン派になりやがれ。おお、ナイス、しずくん。だがいかに王の命令とて、それは。家臣のくせにできねえってのか。王の命令は絶対だったよな。お坊だわ、そばを裏切るなんて。あいちゃんのーだ。できるできねえは聞いてねえ、やるんだよ。このような恥ずかしめに屈するくらいなら、私は潔く腹を切る。若葉ちゃん、な、義経、邪魔をするな。あれ、なんかデジャブ。無駄だ無駄だ、無駄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 、ウィー、ラーメンの前にひざまつけ。もうやめてください。どんな面だって同じ面類、お互いに尊重し合い仲良くしましょう。面類皆兄弟ですよ。ああ、黒道、眩しい。畜生、俺はラーメン。僕が戻ってこないうちに次の王を玉座に座らせてしまいなさい。王様だれだ。満を持しての弥勒よ。よーし、またもや邪智暴虐の超危険な王様が降臨した。大丈夫だよ、レンチが王様ってどうせ命令は弥勒を褒めたたえなさいとかでしょ。あ
浅はかね言うが、そんなこと言わずとも実行するのが魅力をあがめる魅力の民。まあ所詮炎尺伊豆君と広告の志を知らんわ。ただ粛々と直命を待つがいいわ。おや、すまん、私の引いた割り箸に番号が書いていないのだが。え、あ、すみません、いつの間にか予備が混ざっちゃってたみたい。なんだ、そっか、じゃあ引き直しだね。うん、引き直そう。いいな、ならば王が二人というのも一興。夏目、この魅力と手を組むというのなら世界の半分をあなたに差し上げてよ。それは悪の王がダンジョンの最下層で口にする歓迎。小羽倉さん、耳を貸さないで。いや、それ以前に王様が二人になるって権威的にありなの？時間的にこれが最後の命令だというのに、こんな混沌、ユーナちゃんとまだ何もできてないのに。いいだろう、半分こだ、レンゲを。その時歴史が動いた。今ここに同盟は結ばれた。そしてここに二名の王が命じる。汝の隣人を愛せよ。はあ？小羽倉王、国民とは愚かしき者。もっとわかりやすい言葉で。だがお前がそう言えと耳打ちしてきたんじゃないか。要約すれば、隣の人を直ちに抱きしめなさいということよ。さ、やり直し。勇者部員たちよ、速やかに横の者を強く抱きしめれるがゆう。やらねばならないのよね。ぐーんちゃん。はあ、高島さんが私を抱きし、なんという感服にして満ち足りた光景。ここが極楽の浄土だったのですね。気兼ねなくばらまけて気持ちよかった。お金より食べ物をばらまく方が罪深いわ。いえ、その少なくともお金持ちの感覚を味わえて、私もタマコさんも大満足ってことでちゅん。それに負けて取られた
コインチョコも明日からみんなで平等に食べられるんだしな。平等？一応各自の持ち点に沿って相応の枚数を分配するつもりで計算をしていたのですが。それによるとタマコさんもスズメさんも使用した額が平等分配額を上回っていますので追徴額が。いやーやめてー、スミちゃんそれなんて国税局。せっかく貴族で金持ちの気分を味わったのにタマを脱税犯みたいに言うな。お二人ともお諦めなさいまし。それもロイヤルデューティーでしたよ。身分ある者には相応の責務がつきまとう。ノブレス・オブリージュへようこそ。貴族も金持ちもこれ